はい、おはようございます。速稼塾の久保でございます。1月4日もうお正月気分も抜けてね、本当に今日から始動していかなくてはならないかなっていう時に土日が被っちゃうんで、またちょっと休んだ気持ちになろうかなっていうふうな、そんなねお気持ちになる方多いんじゃないかなと思いますけども、まあこういうことではなかなかね現状突破できないと思います。12月31日1月1日のべつ幕なしに凡事徹底で、まあビジネスをやっていくとか情報発信をしていくとか勉強していくってことが必要になってきます。特にですね、この勉強してると安心する方いるんですけども、勉強していてもダメで、その勉強したことね、インプットしたことをすぐにアウトプットしなければなかなかですね自分の力ってついていかないんですよ。インプットっていうのはアウトプットで完成しますから、インプットを放置しているとそのままそのインプットは消耗して消えていくってことになって、せっかく時間をね費やして勉強しても、で費用をかけて勉強しても無駄になってしまうってことをまずスタートラインにした方がいいのかなと思います。さあ、その中でですね、今までいろんな投資案件とか、それからね、暗号通貨もそうですし、様々なビジネスに参加するチャンスがあったと思いますけども、私はねこの現象が出たら危ないんじゃないかなっていうものを今回まとめてみました。これがだから私のインプットによるアウトプットの完成なんですよね。皆さんどうですかね。なんか何かと不安に感じていたりとか、いろんな失敗したけども、その失敗の要素がどこにあるのかってことはなかなか考えられなかったんじゃないかなと思うんですよ。さあ、それではね申し上げます。例えば何かに投資したと思ってください。暗号通貨でも何でもいいんですけどね、海外投資でもいいんですけども、それに投資したとして、こういう現象が出たものって大体潰れているよっていう風なね、私なりのこう統計が出ました。それではですね、KYC といって、参加した後で KYC ね、本人認証を、パスポートとか免許証の写真をこの辺で撮って求められるやつですね。それは参加するときに一番最初から求められてるんだったらいいんですけども、なんか後から求めて、それがないともう途中退場ですよとか、投資資金はもう返ってきませんよみたいなことをされると、やらざるを得ないですよね。そういうふうな強制力が働くものです。これが一つ目。で、二つ目はですね、途中で追い金といってですね、こうしないと、このお金を入れないと、あなたの事業継続はできないですよ。あなたの投資継続はできないですよっていう感じで、後からプラスアルファでお金をね、少しずつむしり取られていくやつですね。例えば最初に100万円投資しました。その後で3万とか5万っていう追加資金を何回かに分けて、徴収してくるやつですね。それをしないと、もうあなたの事業はここまでで没収しますよって形になると、それは3万、5万、10万と払い続けるしかないんで、結果的には200万になったり、300万になったりと、最初の出資金が膨らんでいくんですよね。だからお金を人質に取られてる状態です。まあこういうふうになってくると本当に危ないと思います。そしてサイトメンテナンスですね。大抵有料な優秀なサイトっていうのはミラーサイトっていうのを作っていて、こっちがメンテナンス中の時にはこっちを運用させてるんですよ。だからサイトっていうのが途切れることがない、その技術は今でもあるはずなのに、それを使わずにですね、なぜか1個のサイトを運営してて、ここのサイトメンテナンスという体にする分ですよね。サイトメンテナンスをしている間、特に不正がないというふうな、まあ、先入観で皆さん見られてますんでね、サイトメンテナンスが開けるのを待っているという状態になってます。要するに待ちが多いわけなんですよ。あとね、サイトの乗り換えっていうのがありますよね。今新しいサイトを作ってますので、こちらの方に乗り換えてくださいみたいなね、そういう指示が来て、その作業についてこれない人をどんどん振りかけていくってやつですね。これ危険ですよね。自動退場とかもうめんどくさくて諦めるって人を待ってるわけなんですよ。いやーやらしいですね。それからね、公式、運営の公式の連絡があんまりないっていうのも一つの特徴です。で、参加者同士の LINE グループとかでまとめられていて、で、いろんなね、そこで、ディスカッションが行われるんですけども、最終的には私は一参加者なんでよく分かりませんっていう風なところで落ち着くわけですよ。まあそういう風なことがね横行するわけなんですよ。直接会社に連絡ができないって現象が起きてくるのは、まあなんか本当いかがかなもんかなと思います。そういう意味で言うとね、海外業者ってのは翻訳もあったり結構面倒なんですよ。まあですんで、英語が使えない方、最低ね英語が使えない方が海外の業者とやり取りするとか、そういうのはすごく危険だなと思います。中国から来たサイトとか韓国から来たサイトっていうのがあると思いますけども、そういうところに現地の言葉が分からない人が、通訳とか翻訳とか翻訳のねソフトウェアがないと、もうコミュニケーションすら取れないって時にはもう交渉ができないわけですよ。そういうのはもう最初から参加しない方がいいかなと思いますので、海外の投資物件はなかなかね、私でもなかなかしないですね。英語がそこまで堪能じゃないんで、専門用語出されたらもう面倒なわけですよ。であと LINE グループに関しましては、不安な気持ちとかネガティブな発言ですよね。例えば鋭い質問をしてみるとか、こういうふうな判例があるんだけどどうなんでしょうかっていうふうなね、専門的なことをその中でこう投じるとですね、まあ一発で強制退場になるみたいな、こういうところは嫌ですね。要するにもう信じてついてくる人だけしか認めないのね、言論統制が行われているそのLINEグループっていうのがその特徴なんですよね。まあ以上のような感じで、インプットしていろいろと振り返った時にね、これは良くなかったな、ここを見抜ければ良かったなっていうのがあるとしたら、やっぱりそういうのをまとめていって次の一手に生かすということがアウトプットによるインプットの完成だと思いますけど、皆さんいかがでしょうか。それでは本日もいってらっしゃい。